岩高神社は、秋田県秋田市、千秋公園にある神社である。秋田出身の国学者、神道家である、平田厚種を検証し、数敬するため、平田門人であった、親部神左衛門らの勇士が、南秋田郡寺内村の日吉八幡神社境内に、平田厚種を祭り創建した、平田神社を母体としている。親部は、日吉神社の主官で、 明治14年8月13日、波竜玄太郎、山中新十郎、桜田誠一郎、羽生市塾と共に、日吉神社境内に、平田神社を創建することを、秋田県令、石田英吉に願いで、それに対し石田県令は、同年8月26日付でこれを認めた。平田神社の社殿建設にあっては、 全国の平田門人が関わっており、明治15年2月の県令宛て嘆願書に名を連ねたのは、久保則利地下、諸岡正種、古川豊法、吉岡則明、渡辺玄宝、久保木子子、井上頼国、丸山桜、矢野玄道の国であった。この嘆願書は、平田神社に対して、特別の恩典を求めるもので、これに対し石田県令は、翌3月に、 金100円を貸ししている。明治42年に至り、秋田県教育会が中心となり、久保田城内の姓、八幡社を購入の上修繕し、佐藤信弘を合し岩高神社と改称した。大正5年に現在地へ移築され、大正8年には、剣社に劣勢られた。明治時代創建の神社であるが社殿が、江戸時代の建築であるため、権限づりの形式をとっている。 平田厚種大臣名、佐藤信弘大臣名、平田厚種は、復古神道を創始して、古典文化の復興に寄与し、その学問は、総合の国学として、日本近代化の先駆けとなり、明治維新の原動力の源泉ともなった。なお、厚種は、没後の硬化2年3月、心霊神柱大人の送りな命令信号を、白川博王家より賜っている。 佐藤信弘は、幕末期に各藩に招かれて、藩政改革のために尽力した、農政家であったが、それ以上に高い理想と広い構想を抱いた、形成家であった。彼は、久保田藩領の小月郡西もない村の出身で、木吹者の門人である。秋田県指定有形文化財平、平田厚種の墓、平田厚種の墓所は、 秋田県秋田市、手形あざ大沢21の1にあり、国の史跡に指定されている。佐藤信弘の墓は、浅草昭王寺にあった。現在は、杉並区公園寺南2の29に移転している。平田神社東京都渋谷区代々木三丁目8の10に、平田厚種を祀った平田神社がある。なお、厚種の神格化運動は、東京の方が、秋田よりも早かった。 また、長野県下稲郡高森町山吹2919に,には、いわゆる、国学4、大人を祀った、本学神社がある。ありがとうございます。